はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、最近私ハマってるものがありまして、それが何かっていうと、カラコンにハマってるんですよ。今更今更って思いましたよね、皆さん。そうなんですけど、私カラコンはどのぐらいだろう、中学校ぐらいから持ち始めていて、私もともと目がすごく悪いので、結構カラコン必需品みたいなとこあるんですけど、まあもうかれこれ何年だ、8年目とかなんですかねそのぐらいなんですけど、最近あんまり冒険をしなかったんですよ。ずっと同じカラコンを使っていて、最近またカラコンの良さというかに気づき始めてしまい結構最近いろんなカラコンを試してるんですよ。最近私ポップレンズのビビリングっていうカラコンをよく使ってたんですけど、今日つけてるのもちょっと違って、レンシスのエイリアングレーみたいな、エイリアンだっけ、なんだっけ、エイリングレイかな、そう、それをね使っていて、でそっから結構もうちょっといろんなカラコン試してみようかなと思って、なんとですね、じゃん、こんなにカラコンで、この箱ですよ、すごくない？めっちゃ大量にカラコンを買ったんですよ。本当についさっき届いて、どうせだったら YouTube で試してつけていきながらお気に入りを探していこうかなと思って今動画を回しております。なので今日は一緒にカラコンを装着大会をしようという企画でございます。で最後に私のこれが好きだったかなっていうのも紹介しようかなと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速こちらを開けていこうと思ったんですけど、先にこれを紹介しますか。さっきも言ったんですけど、レンシスのエイリングレーというものになります。グレーのカラコンです。このカラコンは最近結構バズっているカラコンだと思うんですけど、よく広告で見かけませんかね。私最近すっごい広告流れてきて、まんまとその広告に引っかかって、何このカラコン可愛いと思って買ったんですけど、このカラコンめちゃくちゃ気に入ってます。そんなに直径が大きくないものが私はよくって、割と小さめなんですよ。自分の裸眼がこんな感じの色ですみたいなカラコンになってて、すごい自然なんですよね。そう、でもなんかちょっとこう奥行きがあるというか透明感がある感じで、このカラコンつけてると大体の方に褒められます。このカラコン可愛いとか、このカラコンどこですかって質問めちゃくちゃ来るんですけど、つけ心地はですね、まあ、ぶっちゃけ言うと長時間つけてるとちょっと違和感を感じやすいっていうのはあるんですけど、一日中つけていなかったりとかっていう方であればすごくおすすめなカラコンですね。じゃあ早速こっちも開けていきましょう。ハサミをね持ってきますよ、ちゃんと。じゃん、持ってきました。いやー結構ね楽しみにしてたんですよ。今回は全部ねポップレンズで私は買ってます。このレンシスは、まあ、レンシスっていうところのやつなんですけど、多分私がいつも使ってるって言ってたビビリングもポップレンズのやつです。私結構ポップレンズでカラコン買うことが多いかな。あ、そう、これ透明のカラコンもねゲットしました。リクエストもたまにいただくので、ガガメイクでもしようかなと思って透明のやつをね買ってみました。ポップレンズとか韓国のカラコンサイトとかって結構ワンプラスワンみたいなのが多くて、すごいねサービス精神というか旺盛で、ついついいろんなものを買っちゃうんですよね。今回は結構さまざまなカラーをチョイスしました。ということで新しくゲットしたのが5種類あります。今ちょっとグレー系のカラコンをしてるので、似たグレーのカラコンからやっていきますか。シアンベルベット、こういうパッケージのやつ、何色なんだ一体、書いてないの色目。シアンベルベットのグレー、じゃあちょっと片方を一回つけてみようかな。ちょっと手洗ってきます。はい、ということで手洗ってきて、今こっち側は裸眼になりました。私裸眼ねめちゃくちゃちっちゃいんですよね。このカラコンもそんなに大きくないんですけど、裸眼がちっちゃすぎて結構変わると思います。じゃあ早速つけていきます。おお、すごい、すごいぞこれは。はい、つけてみましたすごい、これ想像以上の発色の良さでした。びっくり、無理やり感のない発色というかではあるんですけど、でもめちゃくちゃガラッと印象も変わるし、まあ日本人顔なのでそう見えないかもしれないんですけど、結構外国人の方の目の感じというか、私割と黒目濃い方だと思うんですけど、この黒目でもしっかりと色をカバーしてくれてるっていうのかな、でも不自然な感じもせずっていう感じで、すごいこのカラコンめっちゃ印象変わりません？多分こっちがちょっとナチュラルめなグレーで、こっちががっつりって感じで、普段使わないやっぱこっちの方が私は好きですね。両面つけてみたやつも気になりますよね。裸眼と比べても全然違うもん。なんか正直デカめ効果とかはあんまりない気がしますね。やっぱちょっと明るいカラーなので黒目を強調するっていう感じではないですね。やっぱでも裸眼よりは大きく見えてるかな。おお、すごい、どうでしょうか、こんな感じになりました。
すごいこの色、うん、まあ、でも可愛いですね。こういうのも海外っぽさが増す気がしますね、やっぱこっちの方が。でつけ心地も全然なんか違和感とかも感じないので、私は割とポップレンズ好きなんですけど、全然大丈夫そうですね、つけ心地は。ちょっと自撮りしとかないと忘れちゃいそう。あ、でも可愛いかもな、この色も。写真撮ってみると結構可愛いかも。それだけじゃないですか、やっぱ。ほんともう雰囲気を変えたい方にはおすすめな色ですね。はい、続きまして同じシリーズのシアンベルベットのグリーンですね。この色もねめちゃくちゃ可愛いんですよ。うわー可愛いな、絶対この色。お、あ、可愛いかも。ちょっと待って、可愛いかも、可愛いかも。はい、つけました。ロシアンベルベットシリーズのグリーンとグレーです。どうですか。いや、これめちゃくちゃ可愛い、やばいこの色超可愛いんですけど、皆さんどうしますか。どうします、どうします。めっちゃ可愛い、見つけたかも。2個目にして見つけたかもしれません。これは私のタイプな色。やっぱね、こっちのグレーも可愛いんですよ、すごく。もうザ外国人っていう感じの瞳になれるので、こっちも可愛いんですけど、やっぱこっちの方がなんだろう、やっぱグレーの方がちょっと明るいのかな、白っぽい感じなので、ちょっと物足りなさ、目を大きく見せたいとか目力を出したいっていう方には少し物足りなさを感じるかもしれないんですけど、こっちのグレーの方がやっぱり馴染みやすいので、自分の黒目もいい感じに混ざってくれてというか、私は好きですね、こっちの方が。で今私ハイトーンじゃないですか、このハイトーンにもめちゃくちゃ合うカラーです。めちゃくそ可愛いんだが裸眼と比べてみてもこんな感じです。まあこれもそんなにカラコン自体の直径とかは大きくないので、すっごいデカめになるっていう感じはしないですが、逆にそれが私は好きですね。ナチュラルに自分の目の色を変えてくれるようなカラコンっていうんですかね。はい、こんな感じです。どうですかね、さっきよりも柔らかい印象になりますよね。だけどなんかこう不思議な感じっていうか、髪があってでも透明感もありつつで、すごい馴染みやすくって、めっちゃ可愛いこのカラコン。これも写真撮ってみようか。うん、可愛い。結構こうチュルっていう感じの目に見える気がする。ほんと今の髪色にぴったりって感じなので、その分よく見えるのかもしれないですけど、グリーンって書いてありますけど、そんなめっちゃグリーンってわけでもないし、すごいこういろんなカラーが混じってるレンズなので、より自然な風に見えると思います。続きまして、じゃじゃん、こちら、これもロシアンシリーズなんですけど、ロシアンスモーキーのオリーブをつけてみたいと思います。これはねワンデーになってますね。こっちの方が着色も直径も大きいですね。さっきのが 14mm の着色が 12.7 とかかな。なのでこっちよりも絶対目はより大きく見えると思います。あー、これも可愛い。どうしよう、この色も可愛すぎるこの色もめちゃくちゃ可愛いんですけど、やっぱり直径が大きい分こっちの方が目は大きく見えると思います。なのでデカめ効果が欲しいっていう方はこっちの方がおすすめかな。結構なんかレンズのデザインみたいなのも似てる気がします、割と。ただ一個大きな違いとしては、ロシアンスモーキーのオリーブの方がより青みが強いですね。さっきのロシアンベルベットのグリーンの方がより黄みの強い緑っていうのかなになってます。うん、でもどっちも本当に可愛い。そのね、レンズの真ん中がちょっとイエローっぽい感じになってて、本当にチュルンっていう目に見えるんですよね。みんなどっち好きですかうわー、難しい。ちなみに裸眼と比べてみるとこんな感じですね。やっぱ結構デカさは出ますよね。うん、はい、こんな感じです。いやー、これは難しいぞ。これもめっちゃ可愛い。いやー、ちょっと決めるのむず。それぞれにそれぞれの良さがあるので、決めるのが本当に難しい。うん、可愛いワンデーなのですごく楽ですよね。使ってポイポイポイって捨てるので、手入れするのが嫌いっていう方とか、目にも優しいかなっていうのも思うので、そういうのを考えるとこれもすごくいいですね。うーん、かわいい、この色も。てか本当に綺麗、本当に綺麗ですよめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。あ、
だから確かにだからさっきのロシアンベルベットの2色あったじゃないですか、あれのもうほんとちょっと中間が欲しいですっていう方にはめっちゃおすすめのカラーだと思う。ちょっとグリーンっぽさもあるし、若干こう青みがかったグレーっぽさもあるので、エメラルドグリーンみたいな感じかな、オリーブっていうよりは。私はなんかそんな風に感じました。では次のカラコンがハイライターグローイブラウンです。このカラコンはね、なんて画期的なんですかって思いました。このカラコンね、ちょっと私期待してるんですよね。わかるかな、レンズこんな感じになってて、この時点でわかるかな。ちょっとつけますよ。この開ける時毎回水がピッて飛んでくるんですよね。いつもピクってなる。つけます。はい、こんな感じです。わかるかな、このレンズの凄さを。カラコンって普通中心から外側にかけてグラデーションになってたりとかするものが多いじゃないですか。なんですけどこれ、なんだろう、上下こうグラデーションになってくるんですよね。この下だけちょっと明るく見えてるの分かります？これがもともとレンズにそういう感じで色がついてるんですよ。これがすっごい画期的だなと思って、今までなんかこういうカラコンって私は見たことなかったんですね。で初めてこれを見つけて、これがあることで何がいいかっていうと、なんかやっぱ立体感が出るし、すごい目が潤って見える、チュルンって見えるので、すごく盛れるんですよ。なんかこう瞳がよりツヤっと見えるっていうか、このカラコンめっちゃ可愛いと思って今つけたんですけど、めちゃくちゃ可愛いですどうしようすごい、やっぱ韓国すごいですね。思考がすごい。なんかなんて言うんだろう、なんでこう見えるんだろうな。まあのっぺりしないので黒目が、だから漏れるのかな。やっぱ目に光が入ると漏れるっていうじゃないですか。この原理がいつでも起こるっていう感じ私もね、目に光があんまり入ってこないタイプで、このカラコンは自然と光が入っているように見えるから本当にすごい。奥行きがすごいし、チュルンって見える。本当にすごいな韓国って。これからいろんなところで出てきそうですね、こういう色のやつ。ちなみにラガンと比べるとこんな感じですね。うわすごい、このカラコンそこまでの変化はやっぱりないと思います。自然とこうチュルッと見せたいっていう方にはすごいおすすめ。これはちょっと誰にも教えたくないけど、いやでもおすすめですね。このカラコンめちゃくちゃ可愛い。やばい職場とかでもそんなに派手なカラコンできないよっていう方にもおすすめ。バレにくいと思います、カラコンって。あえてのこのまだらなカラーっていうのが逆に自然な感じをより演出してくれるので。見つけちゃった。なんかほんと超光入ってくるように見えるわあ、これはすごい。拍手喝采。うわ、見つけてしもうた。まあこの興奮ぶりはね、見てもらって分かると思うんですけれども、もうほんと語彙力が失うレベルの可愛さということで、言うまでもないっていう感じです。はい。で、次、ラストです。じゃじゃん、こちらでございます。同じシリーズ、アイライターグローイのブラックの方でございます。ブラウンとブラックとグレーもあったかな？なんですけど、私、ブラウンとブラックを今回買ってみました。ブラックも絶対可愛い気がする。こんな感じ。そんなに、めっちゃ違うってわけではないですけど、やっぱほんのり、こっちの方がはっきりする感じかな、黒目が。なので、黒目をがっつり目立たせたいっていう方、とか、あとちょっと甘め系が好きな方とかは多分ブラックの方がいいのかなっていう気がしますね。あどけない感じ、少女みたいな感じに見えるのは多分ブラックの方なんですけど、透明感を重視するなら断然ブラックが、ブラックじゃない。あーボロボロや断然、あーなんか明るくなってきたし、いやーもう断然ブラウンがおすすめですかね。いやでもほんとこのカラコン可愛いな。モテそう女子受けもするだろうし、男子受けもしそうなカラコンですね、このシリーズ。こんな瞳で見つめられたらね、やばいですよ多分。だってやっぱカラコンカラコンってしすぎてないのがいいですよね、絶対。よりこのグラデーションが分かりやすい気がする、ブラックの方がやっぱり。はい、というわけで付け比べ的なのをしてみました。いかがでしたでしょうか。いやーもうほんとポップレンズ優秀すぎません？全然なんか PR とかなんでもないんですけど、本当に優秀すぎて。ということで私のお気に入りの発表ですよね。ちょっともう本当にこれは永遠悩んだんですけど、種類が違いすぎるので2個いいですかっていうともう多分皆さん分かると思うんですけど、2つ選びました。それでは発表したいと思います。まず1つ目がじゃん、こちらの
ロシアンベルベットのオリーブじゃないです、グリーンでございます。間違えました。もうこのカラコンがやっぱり衝撃でしたね、私的に。ほんと絶妙なカラーで、なんとも言えない、他に変えがたいカラコンだったので、馴染みもいいですし、大きさも大きくなくって、自然に瞳の色を変えれる感じがしたので、私的にはすごく好きだったっていうのと、やっぱり今の私の髪色にすごく合っていたので、同じくハイトーンの方とかにもすごくおすすめです。まあ、全然黒髪の方とか、その他の髪色の方でも、そもそも肌にめちゃくちゃ馴染みやすいカラーだと思うので、すごくおすすめなカラコンですね。では続きまして2つ目、じゃん、こちらアイライターグローイのブラウンでございます。もう多分皆さん分かりましたよね、発表も何も、いやいやいや、表に出過ぎだよという声が聞こえてきます。もう出過ぎたんですけど、でもそのぐらい本当にこの2つのカラコンは衝撃的な可愛さだったので、私の推しとしてこの2つを選ばせていただきました。何よりもデザインが画期的だし、ブラックも可愛かったんですけど、私的にはやっぱブラウンかなーっていう感じでした。いやもう絶対みんな買いますよね、これ。ちょっとなくなる前に注文しとこうかな、追加で。でもこれもね、2個ついてきたんですよ。そう、ワンプラスワンだったので、まあ、2ヶ月分はあるという感じですね。ということで、まあ、カラコンは本当にあの目に装着するすごく繊細なものだと思うので、くれぐれも皆さん使用方法であったりとか、そういうのには気をつけながら使ってください。はい、というわけで今回はこんな感じで、私の推しカラコンを見つけていこうという企画でした。ぜひぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。